駅3号艇山本浩司さん、4号艇は松井茂、6号艇川井幸、以上の選手です。一は日本のクラケン柄に上々のスイカシを見せました岩瀬裕介が絶好枠での戦いです。好調キープを狙ってのここは人選になる1号艇岩瀬、2号艇の日体牛はこの外に構えての2コース進入、今度こそ本流発揮となるか、2コースからペースアップを狙います。3号艇の山本博久はセンター3コースに構えていきます。前半カードは3着とクラケン柄、同じく前半3着4号艇和田健介は角位置を選択でしょうか。ここは1号0にしましたが4号艇和田健介こちらです。5号艇と呼吸を合わせてビシッと攻めのレースを見せた4号艇和田、そして前半カードは堂々逃げを決めていきました。王者の反撃が始まりました。5号艇の松井、6号艇の川井幸はこのそばに構えて6コースから、前半2レースではセンターから迫力満点の殴り、スタートしました。1ダッシュを決めたのは角から4号艇、地元の和田健介、1番号を仕掛けていく攻め込む4号艇ですが、内から3号艇、2号艇、1号艇、3艇がぐっと握っていく、おーっと6号艇ズバッと飛び込んだのは可愛いです。4号艇は和田健介、2番手を追走で3番手、1号艇、5号艇、モンスターは全部プレース成長でした。2周の1番を目指していきまして、先頭は6号艇の川井、完全に独走態勢、2番手の水混戦ですが、4番1番ちょっと競ったくるっとタイトに回ってきたのは5号艇の松井シュールで、今度は2番手5号艇の松井か、外から1号艇岩瀬、さらに外から4号艇がもう一度和田、3名がギュッと固まっての2周2番の戦いです。1番手は6号艇の松井が先回る、4号艇の松井が4番手、攻め込んでいこうとしましたが、内の手が握って抵抗する形、さやくさしい変わったら4号艇和田でしたが、大外からその展開のもつれをするとついてきたのが6号艇の川井幸であります。相性抜群のセンターフィールドになりますが、ここは展開を見通し見事な突き抜きを見せました。6号艇が4号艇を和田に向けて追走です。3着は同着で1番5番以上でございます。